特別区2018年の問題です。あるグループにおけるスポーツの好みについて次のあから絵のことが分かっているとき確実にやるのはどれか。あ、野球が好きならばゴルフが好きである。い、ゴルフが好きならばラグビーとバスケットボールの両方が好きである。ラグビーかつバスケットボール。う、サッカーが好きならば野球が好きかラグビーが好き、野球かラグビーが好きである。え、テニスが好きでないならばバスケットボールが好きでない。え、という形で論理式で表していこうと思いますよね。はい、論理式で表しましたけども、え、これ待遇取るとバーが外れますので、まず A を待遇取りたいと思います。バスケットならばテニスでこうなりますよね。え、次はかつまたはの確認をしたいと思いますが、い、矢印の後ろのかつは分解できますので、ゴルフならばラグビー、ゴルフならばバスケットとこう分解したいと思います。う、矢印の後ろのまたはは残念、これ分解できませんので、うは保留ということになります。分解できずにうはそのまま保留となりますが、これらあいえはまとめることができますのでまとめたいと思います。ゴルフゴルフゴルフ、バスケットバスケットでこうつながりますのでまとめられます。いきます。野球ならばゴルフで、ゴルフならばラグビーで、ゴルフならばバスケットで、バスケットならばテニスで、このようにまとめられますから、うとまとめたやつですね。うとまとめたもの、両者見ながら選択肢チェックといきたいと思います。1番、野球が好きならばテニスが好き、たどり着けますので、いきなりですがこれ1番正解になります。野球ならばテニスで1番正解でいいわけなんですが、これうをですねまとめることも実はできます。うは分解できないので、ちょっとまとめにくいよね、保留という形で答えは出ましたけれども、うをですね、まとめることもできるんですね。どこにこうつながってくるかというと、サッカーならば野球またはラグビーなんですけども、野球ならば野球またはラグビー、ラグビーならば野球またはラグビーとこうつなぐことができます。つないだところで答え変わりませんけども、まとめることもできたということになります。